こんなん余裕だよ。足上げて、足上げて、手下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 げて、せーの、はい。よしか寒いな。スプラトゥーンとかやりたいな。誰か家で遊べるやついないの？公園あったし家で遊べるか聞いてみようぜ。確かに。俺は痛いで。あ、無理無理無理、俺一人じゃ無理。お母さん、今日友達家に連れてきてもいい？ヤネちゃんのお友達？もちろんよ。ありがとう。お友達と仲良くしてるのね。じゃあ学校行ってきます。お独身33歳、張り切っちゃうぞ。はい、それでは今日のここの授業を始めます。先日皆さんにお渡ししましたプリン。俺がね、今日は遊びに来てもいいって。ご飯も作ってくれるらしいし、来たいっておいでよ。行く行く行く。ねえ先生は来るな。俺も頼飯が食いたい。行きたい、俺も行きたい。何が行かないんだよ。先輩も行くぞ。俺も行かないよ。俺も頼飯を食うぞ。ただいま。このお菓子肌に悪そうだから私好きじゃない。みんなご飯できたわよ。私のおいしいわね。よく食べて偉いわね。ね、よく食べて偉いわね。あったあ、冷蔵庫勝手に開けないでね。この時間だけは癒される時間だわ。ショッピーショッピー、かっこいいショッピー。え、なんだこれ。ショッピーショッピー、何があってもあなたしかいないわ。あ、ユースケのお母さん変なことしてる。私も大人だから、よその子なし。我慢我慢。ヤネちゃん、もう17時だから終わりね。みんなそろそろ帰らないと。もっと遊びたいよ。キコお母さん、もうちょい遊ぶね。もうちょっと遊んだら帰るから。もうヤネスケの家で遊べないしな。公園で遊ぶしかないか。もう一回だけ行ってみる。いいね。ただいま。あ、何してんのあんたたち。いい加減にしやがれ。もうヤネスケの家は諦めるか。ああ、公園で遊ぶしかないか。いや、まだ勝機はあるぞ。え、なんだよ、お前さんのうんちだ。じゃあ私お風呂入ってくるね。はい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいね。お前ら、この先に何の用が？ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。
正面突破は不可能だ。そこでこれを見てくれ。2階の女子トイレの床は女子風呂とつながってる。つまりここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。協力だ。やけど、前から3番目の個室はここだ。うわお前ら、女子トイレで何してんだ。先生のホース何してるんですか。お前ら先生の女子トイレで何を分からない。いや、してるのは先生のホースだ。いたたたたたたた、就寝の時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて、始めますか。あ、Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で。さっきも聞いたよ。やろうぜ。あいつら何回様子がおかしかったな。もしかしておっしゃスキルスキルや。おい、いいぞ。ビクロイだ。おい山田、ちゃんと寝てるのか。寝てます。お、偉いな。おい、ヤネスケ、なんで先生が来たの分かったの。廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。ヤネスケ、ゲームやるぞ。今日は僕、天才小学生ヤネスケの1日ルーティンを紹介します。寝坊防止のため目覚ましは5個用意しています。最近まで母親と一緒に寝ていたのですが、いびきがうるさすぎるため今では別々で寝ています。お母さんを起こすのも僕の仕事です。お母さん起きて。お母さん起きて。起きるって。こうなったら。うちの母親は寝起きが悪いので毒を使って起こしています。朝だよ、起きて。僕は小学生ですが、見た目には人一倍気を使っています。最近ではワックスをつけて学校に行っています。ヤネちゃん、ご飯できたわよ。できた。栄養満点キコスペシャルです。うわ、
だから朝ごはんはいらないって。お母さんが作る朝ごはんはまずいので正直食べたくありません。ちょっと待ちなさい。ナレちゃん、ナレちゃんどこ行ったの。チコ、ナレちゃん。実は僕にはお母さんに知られていない秘密の部屋があります。やっぱりどんなご飯よりもうまい棒が一番美味しいな。あーもうどこ行ったの。結局いつもいなくなっちゃったんだよ。ちゃんお母さん、おう、そう、嘘さん、ほら、偉いわね。じゃあ頑張っていきます。お母さんを騙すのはちょろいです。おい、何して先生。もしもし先生。やりすぎらしいな。先生の方こそ何をやってるんですか。はあ、いくら僕が授業をサボったからって先生のやった行為は器物損壊罪に当たります。器物損壊、警察に言いつけますよ。やってらしい。じゃあ今日の授業は中止で。はい。平和的に授業をサボることができました。こうやってこうやってこうやって。あ、飲めちゃうんじゃない。お母さん、最悪のタイミングで最悪の相手になってしまいました。ほら、やめちゃいください。お買い物。ちょっと、うん、これも高いわね。うるしちこれもちょっと高いわね。お母さん、お菓子買って、10円までよ。うん。お母さん、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 買って。こんなにダメよ。なんでだよ。せめてうまい棒だけでも。うまい棒は税込み価格12円だからダメです。僕の母親は度がいくらついても足りないほどのケチです。お母さんにバレないようにお菓子を入れていくことにします。お、お母さん、ハーゲンダッツいるんだよ。え、ハーゲンダッツ、うん、いっぱいあるわ。やっぱスーパーすごいわね。クッキー&クリームもあるし、ストロベリーもあるし、バニラチョコレートマカデミアもある。もう工場じゃないのこれ。すごいわ。お願いします。チーズを混ぜたドラの駄菓子が1点2点、うまい棒が1点、うまい棒が2点、うまい棒が3点。なんでこんなうまい棒だと。え、5点。ちょっとちょっと、何よこれ。マイチューズカードが1点、マイチューズカードが1点。やばいな、なんか何やってんの。いくら鈍感なお母さんでもこれじゃ騙せませんでした。いけ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 。何すんだよ。課外だから退治しただけよ。お母さんのせいでビクロイできなかったじゃん。そんなにかっかしないの。課だけに覚えとけよ。嫌いなのよ。はぁ、なんだよこれ。もう、もう、あれ、お母さんどうしたの。蚊に刺されたのよ。へぇ、かわいいね。え、なに、ブツブツも似合ってるかしら。似合ってるよ。かわいいね。カッチン。もう怒ったよ。カッ、たまれー。ブッ。どう、お母さんとに線香は。母さん、ご飯だよ。ほら、うん。
のご飯何？キイコ特製スペシャルそうめんよ。え？またそうめん？もっと味濃いもの食べたいよ。文句はなくな！レンレンレーン。くらえ。レンレンレーン。何よ。投げてもバレねえよな。あら、ヤネちゃん、水遊びがしたいのかしら。一緒に遊ぼうよ。ついてきなさい。百馬返しだ。ガキは子供よ、プールで遊んでろ。ふん、ちょっと待て、クソ野郎。うわぁ、うわぁ、これでとどめだ。中華のセットでフカヒレはどう？あ、さあ、ロミオとジュリエットはどんな関係か分かるかやねすけ。マブダチバイヤネスケ。すいません、おしり太郎くんが怪我をしたみたいで。どうした？隣のクラスの紫組のやつらに襲撃されました。あの隣のクラスの凶悪グループ紫組か。はい。おいお前ら、こん中でひよってるやつ言えよな。紫組潰すわ。うちのバシリをよくも遊んでくれたな。おめえらのことも遊んでやるよ。こうそうじゃこら。うわ、ヒストリゲージ。喧嘩じゃないの？ヤンキーの小学生は喧嘩じゃなくて遊びの三番勝負で決めるんだ。2回勝てばそのチームの勝ちだ。1番目の試合はヒストリゲームだ。よーい、スタート。おい、俺に起こせ。すいません、兄貴。俺の方が先です。俺の先です。今、勝者、紫組。くそー。足元にも及ばないわね。2番目は、ケスピン・トマスだ。兄貴はケシピン界で負けなしの最強の小学生なんだ。これで様々な小学生を倒し、万事組のトップになったんだ。止まった？いや、まだだ。勝者、万事組。まあいいわ、これで一勝一敗。次の勝負で決着をつけましょう。最後の勝負はどっちも女子に負けるわけねえ。この勝負もらったぞ。あえて一人になったんだよ。あいつ怪力すぎるぞ。エン様は異次元の怪力、絶対に負けることはないわ。おい、最弱の俺たちしか残ってねえ。もう無理だ。お前ら、この万事組を守る。
人じゃダメでも3人で止めるんだ。俺が正面で壁になる、キーちゃんが足で踏ん張る、そしてパシリ太郎が全体のバランスを整えるんだ。いけー。もう諦めたのか。実はパシリ太郎がボコされた時俺は見てたんだ。お前は紫組のことが好きすぎるあまりにストーカーをしていて。かわいい、 GPS つけちゃいたい。 GPS をつけようとしていたところを、その電磁波を利用してボールに仕込んだ電磁波の装置を使い軌道を変えるんだ。勝者マンジ組。新番長はやめつけだ。ありがとうな。お前らこれからもヤンキーとして暴れるぞ。母さんは泥酔した上で太陽ロイブツを飲み込んで呼吸ができていない状態だ。すぐに鬱を取り出すぞ。おりゃ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 。よし、取り出すぞ。まだまだ取り出すぞ。はい、よっしゃ取り出すぞ。やったやったやった。あれ、まだまだ異物がたくさんあるぞ。おかしいな。おい、落とし前つけてもらうじゃねえか。ブラブラブラ。お前アルワンダの息子か。売れは高くてそうだ。やばい、誰か助けて。うえ、いやねえじゃん。お、お母さん目覚めたか。ダメだ、お母さんは酔っ払ってて動けない。まあいい、ここでやっちまおう。おい、な、なんだって。ま、まさかお母さんはお酒を飲んだことで自然に水拳が使えるようになったのか。おい、お前の手見せてみろ。あれ、絡まって取れない。なんか引っかかった。私何を。お母さん、意識が戻ったんだね。お母さんが不器用ながらも俺のことを思ってたことようやく分かったよ。せっかくだしあの救急車乗って帰ろうよ。そうね、行こう行こう。なんかヤネちゃんが優しくなってるわね。こっちこっち。本当の救急車じゃない、すごいわ。ほら、一応除菌しないと。ありがとう、うん。うやばい、除菌液ってアルコールなんだよな。ピッピー最高潮。最悪だ。次の相手一体誰なんだ。本日のヤネスケの対戦相手はこいつ。おそがみピーコー。お母さん、あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイ。
あい！パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。そりゃの、はい、最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく、母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。お、おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。